皆さんこんにちは。今回の動画はアニメ4期は単行本でいう何巻の何話目からスタートするのか、またアニメ4期は何クール使って放送されるのか特集していこうと思います。あとこの動画を最後まで見てもらった方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。以前投稿した上記の動画でも少し取り上げましたが、アニメ3期は今から5年前2019年4月から今となっては珍しい4クールを使って放送。単行本の内容でいうと1話から189話までがアニメ3期となっています。ということでアニメ4期は単行本でいうと190話目から開始。しかしアニメ3期を見た方ならわかると思いますが、最終回は単行本とは違い時系列が変更していた。本来ヤクシ対三光戦後に聖堂の試合がスタート。アニメ3期ではヤクシ対三光戦が終了していないのに聖堂の試合がプレイボール寸前まで物語が進行していた。そのためアニメ4期では時系列を単行本の方に戻し、ヤクシ対三光戦からスタートと主は予想。つまりアニメ4期は単行本19巻172話目からスタート。ちなみにアニメ4期で控えている対戦カード各試合何話から何話にかけて描かれていたのか集計。5回戦ヤクシ対三光、172話から187話の計16話。5回戦聖堂対乗金、189話から197話の計9話。同じく5回戦創世対抗は197話の数ページ。準々決勝稲石対聖光、199話から200話の計2話。同じく準々決勝三光対戦線学園、200話から202話の計3話。聖堂対創世、204話から217話の計14話。準決勝聖堂対三光、224話から254話の計31話。稲石対公開大姿数ページ。東東京準決勝260話の数ページ。そして決勝稲石聖堂、264話から305話の計42話。東東京決勝 307.5 話の数ページ。甲子園編1回戦特別編の数ページ。2回戦308話の計1話。今回のアニメ4期も4クールを使って放送できるなら、先ほど紹介した全試合はアニメ4期で見れるはず。しかし昨今スポンサーの関係で一気に4クールを使って放送されるアニメは激減。そのため主の願望としては、今回のアニメ4期もしっかり4クール分用意してもらい、来年スター初の分割4クールを導入。1クール目ヤクシ対三光と聖堂対乗金をメインとした5回戦編、2クール目聖堂対創世を軸とした準々決勝編、3クール目聖堂対三光を軸とした準決勝編、そして最後の4クール目稲石対聖堂を軸とした決勝編。甲子園編に関しては4クール目の最終回で公開。正直4クール目の決勝編に関しては、あの神試合を全12話で収めるのはもったいない。そのため分割3クールにプラン変更。1から3クール目までは先ほど紹介した内容で進行してもらい、4クール目は劇場版。この劇場版では最後の10分間で単折り内容も放映、もしくは劇折りも期待。以前銀魂作者が言っていましたが、いくら劇場版の興行収入が良くても作者にとってはそこまで美味しくない。強いて言うなら、劇場版の影響で単行本を買ってくれる新規のお客様を獲得できる。ということで寺島先生次第でありますが、アニメ4期の放送期間中、もしくは劇場版が公開中に主人公の沢村が最終学年で挑む物語、タイトルもアクト3に変え連載再開、ネットニュース並びに X のトレンド入り確定案件。ちなみにもしアクト3の連載がスタートした場合、やはり主人公である沢村がどこまで成長するのかが気になる。2年夏終了後の沢村、まっすぐ、カットボール回、チェンジアップ、スプリット回、直近の公式戦では主にこの4勝を使用。ナンバー4であるまっすぐはマックス140キロ。
ナンバーセブンであるカットボール回は1年夏に習得したカットボールの改良版、2年春隊から投げるようになり魔球の一種。ナンバーファイブであるチェンジアップは1年秋に習得、ナンバーセブン同様沢村にとっては欠かせないボール。もしこの球種を覚えていなかったら大谷戦の完投劇はなかったはず。ナンバーナインであるスプリット回は2年春隊後から試合で投げるようになったナンバーイレブンスプリットの改良版。2年夏祭準決勝前に即席で誕生したボールでありましたが、準決勝の参考戦ではこのボールを使用し、参考打線からゴロ祭り、また決勝でも稲地打線を撃沈。結果的にこのナンバーナイン、左腕に負担がかかるボールでありましたが、ナンバーセブンに並ぶ魔球の一種。一つ目はまっすぐの球速アップ。現在沢村が投げるまっすぐの最速は140キロ。理想としては古谷のように150キロを超えるボールは最悪必要なく、5キロアップの145キロが最低ラインかなと思います。まだ平均球速も常に140キロが理想的。ちなみに沢村は今後150キロ投げることは可能なのか、個人的には可能かなと思っています。沢村は聖堂入学から2年夏で10キロ近く球速アップ。沢村にはまだ2年秋から3年夏という高校生としての現役期間は残っている。この期間にトレーニングで自身の体質に合った必要な筋肉や体幹を鍛えていけば、3年夏までには140キロから10キロアップの150キロを投じることは可能かなと思いました。2つ目は既存球種の精度アップ。現在の沢村はナンバーセブンやナンバーナインといったまっすぐと同じ球速で変化する魔球を所有、また緩急が活かせるナンバーファイブも所有。正直上記の3種のナンバーズを極めていけば新球種は必要ないかなと個人的に思っています。また以前沢村は一個上のキャッチャー小野からこんなことを言われていました。ナンバーズは日によって調子が変わる。もし今後この課題をクリアできれば、既存ナンバーズはさらに成長、プロ入りにも近づくと思います。3つ目はメンタル強化。正直2年夏の予選はキャッチャーみゆきのリードがなかったら沢村参考戦で完投できていなかったかもしれない。そのため今後沢村はキャッチャーみゆき抜きでも参考戦のようなピッチングができるかが課題になってくると思います。なお以前みゆきは今後のチームのことも見据え、自身がキャッチャーをしなくても大丈夫なように対策。この成果もあり、2年夏祭前に行われた練習試合の正方戦、この試合で沢村はみゆきではなくキャッチャー奥村と一緒に試合を作った。後半多少奥村の強気なリードもあり、沢村は好投、順調にいけばみゆき不在でも沢村は 100% 力を出せるピッチングは可能。4つ目は何か一芸を極めること。以前別動画にていただいたコメント、沢村には圧倒的なキレのある直球に加え、少し握りを変えるだけで癖玉の変化が微妙に変わるという特性、これこそが沢村オリジナルの武器。プロでは剛速球で三振を取るピッチャーではなくても、癖玉で打たせてアウトを取るピッチャーでも通用するため、この武器を極めていけばプロ入りに近づくと思います。ちなみに沢村のナンバーズというのはみゆきと一緒に作り上げたもの。みゆきは引退しているため、今後沢村は一体誰と一緒にナンバーズを開拓していくのか、個人的には主に1個下の奥村と一緒に開拓が濃厚かなと思います。この2人で開拓するとしたら、ナンバーナイン習得前に試し投げをしていたスライダーかカーブ。当時投げていたスライダーは変化量が良かったものの制御不可、カーブの方は一切変化なし。奥村は沢村が天久と連絡を取っていることは知っている。また天久の決め球がスライダーということも奥村は知っている。そのため奥村の後押しもあり、沢村は天久からスライダーのコツを教えてもらうという展開。沢村以前落合コーチや東条からアドバイスをもらい、チェンジアップを即席で習得している経験があるため、スライダーも甘いさからコツを教えてもらい、チェンジアップのように習得するかもしれない。
先ほどカーブに関しては一切変化なしと言いましたが、無印の単行本2巻を振り返ると、沢村遠投でカーブを投げていた。もし沢村がカーブを習得しようと思った時、あの時投げたカーブの感覚を思い出せば、カーブ習得も全然可能かなと思いました。以上、今回はアニメ音機で動画を作っていきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていると思った方は、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと X、インスタ、TikTok もやっておりますので、フォローの方お待ちしております。